はい、これはね、珍しいものになるかなと思うんですけども、東京電力のね、ものになりますね。で、まあ、今でこそ東電っていうとね、まああのまあ、震災のね、事件以降ね、その前まではね、オール電化だなんて言ったんだけど、まあそういう宣伝ができなくなってしまってね、で、あの震災の時にあの原発のね、事件が起きてからは東電というのはすっかりね、縮まってしまいましたけども、まあこの時はまだ東電がまだ盛んな時代だった時にね、でその時にその特集で、トミカが、特集でこう作っててね、限定何名様だったかな、まあ、そんな感じでこう作っていたことがあって、で限定車だったんですね。で今じゃこれすごい高値がついてるんですよね。1万円近くぐらいするのかな、これ。まあこれの私が持ってるやつは、これはちょっとはしごの部分がね欠けててもうなくなってたので、まあそんなにはしないかなと思いますけどね。ただこれが完璧な状態であると、まあ1万円とか、7、8000円とか、まあそのぐらいはしてしまうかなっていうので、まあ今となったらもう珍しいものですね。もうこれは20年ぐらい前だったんじゃないかな、ちょうどその時ぐらいの時にね、発売されていたもので、今ではもう大変貴重なものになってますね。この他にもあとはプロボックスの東電仕様とか、エルフの東電なんていうのもあったりなんかしてね、あとハイエースのやつもありましたし、まあなかなかバリエーションというか、そういったところでも面白いものが結構ございまして、まあなかなかこれはこれで、あの面白みがあってね、いいものがたくさんラインナップされていた、そういうね、車でございます。まあ、なかなかこれもこれでね、いいのではないかなというふうに思いますし、結構なね、面白みがあって、あの非常にいいなっていうふうに感じて、この東電のね、当時のこの、まあ、デザインというか、そういうのがいいなっていうふうに思いますね。どうもありがとうございました。